かこんにちは、豊さん。はい、豊さんの予言が当たりましたよ。何阪神お岡田監督になったらエラーの数が本当に少なくなる、つまり強くなるよと開幕したら言っていましたが、その通りです。現在、まあ、5月9日気持ちのいいスタートだ、ね、いつも裏裏って言われているので、裏の豊かと言われているので、そうなんです。現在セリーグ、リーグの中でナンバーワンの失策数なんです。11個。本拠地甲子園だからね。そうなんですよ、土のグラウンドだからね。はい、今までは5年連続リーグワーストの失策数だった。まあでもね、去年もね、スタート時はね少なかったの。はい、やっぱ夏場ぐらいから、うん、甲子園前から徐々に増えていって、甲子園終わった後にだん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 増えていくという、はい、まあ後半は分からないけどもね。でもまあ今年はやっぱこうある程度は安定してきてると思う。そうですよね、うん、やっぱりその一つがその守備のコンバート、はい、コンバートねがやっぱり良かったということで、あの中野選手が実は独占告白ということで、はい、岡田監督に感謝、気持ちの余裕が生まれたということで。そりゃそうだよな。はい、ショートからセカンドに現在失策0です、うん、守備率10、うん、はい、セカンド守ってて心の余裕というものが、はい、計りで測ると、まあ、80% ぐらい、はい、セカンドはね、うん、でできるんだよ、はい、ショートはマックスだから。いやもうね、そんなに違うジャックルできないから、取って、あ、握れなかったっていうのだけで慌てるからね。ボールが握れないみたいな、はい、縫い目どこみたいな。いや、あ、それはあるから。そうなんですか。ある、やっぱ縫い目にかけて投げたいしさ、あ、縫い目がない、このまま投げちゃえ、あ、ボール曲がっちゃったみたいな。ああ、何やんだろう。もうそういうので心に余裕がないよね。まさにそれを同じことを言ってまして、5月2日の中日戦、あの村松選手の打球をファンブルしたんですけれども、それを落ち着いてファーストに送球してアウトに仕留めた、で近くにボールを落としてアウトにできたというのは自分の中で大きかったプレーと。ああ、もうそうだ、はい、やっぱりおっしゃる。いや、もうショートは落としたら終わりだから、ああやっちゃったみたいな。アウトできないですもんね。もうでセカンドランナーが出てくる、はい、甲子園でこうやって穴掘るんだよ。いや、だからリードさせ、足を固めるのに、はい、ほんなボケみたいな。お前そこボールが飛んできたらどないすんねんみたいな。イレギュラーしちゃいますもんね。そうそう、ほんでまたこうやってシャッフルでリード取りながら、うん、ギューなんつって止まってベースに戻るでしょ。はい、おいおい荒らすんじゃないよみたいな。そうですよね。いや、そうです、セカンドはないから走っていくだけだから。そうで、荒らすことないですもんね。荒らすか、まあ、荒れてるんだけど、はい、ショートよりは荒れることはないよ。あるんですね。あるよ、一塁からレフトが内野のグラウンドをガン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 走っていって、はい、ショートのポジションのガン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 走って抜けていったら、はい、ボケ止まりしていけって思うもん。本当に荒れてる時とか、うん、そうですよね、うん、いや、そのぐらいやっぱ神経質にもなるし、はい、でも中野はやっぱ心の余裕からやっぱ素晴らしいよね。今菊池に匹敵すると思う、守備は。そうです、守備範囲とか。そうですよね。あ、それと送球ミスが劇的に減ったな。やっぱりそのショートとセカンドで投げる距離が違うのもすごく安心して投げる、うん、全然違うよ。あ、合わないと思ったら後ろ下がっても間に合うんだ、セカンドは。ショートだと下がった瞬間にセーフだから、内野安打だから、下がれないと思うとあーみたいななっちゃうよね。そういうのもあるんですね。だからもう本当に当たった瞬間からやっぱショートは勝負してるし、はい、セカンドは極端なことを言うとワンバウンド目からの勝負でいいから。ああ、もうそこが違いますよね、気持ち的に。はい、ガーンと打った瞬間からこっちやみたいな、うん、ここみたいな、そういうところをこう察知していくんだけども、セカンドはこう、あ、ここでいいなみたいな、そのぐらいの余裕がある。ワンバウンドのその差の気持ちの余裕っていう、あ、いや、あるある、あるんですね。だからすごい中野は身に染みてセカンドは楽だなみたいな楽というか気持ち的に楽だなって、ね、それはね、いい効果だよね。そうなんですね。やっぱりそのセカンドになって投げる距離が近い分、うん、取ることに集中できるからミスもやっぱり少ない。で、それがやっぱり打席でもいい結果につながってるっていう。まあまあ、そりゃそうだよね。まあ、サトテルもサードは下手じゃないし、うん、まあ、送球なんか肩強いからね、はい、いいだろうし。で、大山っていうのはハンドリングがいいから、うん、ファースト向きだよね。あ、これはやっぱこう適材適所、うん、適材適所に配置したという。その岡田監督
はじゃあ中野去年までの中野選手のショートっていうのは絶対にやっぱもうセカンドにした方がいい、やっぱ苦しそうだったんだよね、分かってたんですね。いや分かってたというか、まあセカンドにするどうのこうのというよりも、ああショートの中野の守備っていうのはちょっと辛くなってくるだろうなっていうのは思ってたけどね、やっぱね送球ミスするっていうのはやっぱ距離的にね遠い感じがしてたんだと思うよ、はい、中野自体もね、そういう意味ではセカンドのその近いところで正確なスローをしてると送球ミスもなくなるし、まあ、その中でやっぱじゃあショートどうするんだって、で木浪がノーエラーだしね、はい、そうです、木浪はうまいよね、湯田さんあのショートされてましたから、その木浪選手のショートって どこがやっぱり堅実だよ、うん、慌てないというか、はい、やっぱこう気持ちがやっぱしっかりしてるな、バタバタするやつがいるな、いますかショートで、いるよ、これはもうちょっと名誉のために言わないけど、はあ、人工芝ではめちゃくちゃうまいけど土のグラウンドだったらめちゃくちゃ下手っちゅうやつがいたからね、極端ですね、極端なやつがいたから、そうなんですか、だから木浪なんかはもう土のグラウンドでしっかりした基本も持ってるし、うん、ちゃんと取れるから、はい、もう人工芝行ったらもう楽勝でやってるよね、多分そうですよ、で送球もいいしね、はい、うん、でまあ外野に至ってはまあ、そうだな、近本がセンターでしっかりしてる、はい、まあ、ノイジーも下手じゃないしね、はい、そうですそうです、ミエセス、はい、ミエセス、この前あのファインプレーしてたしな、あのね、打っても守っても、いや、おばちゃんと言われてんだよ、大阪で、はい、確かに、そのまま配送してね、まあいいキャラしてるしさ、確かにおばちゃん、だからまあそこら辺は、まあ、両外国人に対してはそんなね、うん、はい、あのファインプレーだとかそういうのは望んでないと思うけども、他のその面々というかね、そういう人たちっていうのは本当に今年はしっかりしてるよね、それがやっぱりあの今このいい位置にいる要因の一つに、まあそれは一つだよね、それはねエラーから崩れていくと、はい、やっぱチームの雰囲気も悪くなるしね、うん、守りからのリズムっていうのは、うん、まあ、攻撃にもいい影響を及ぼしてると思うし、そうですよね、ここまでのところ中野選手、まあ、シーズンゼロですけども、さあここからまあ、中盤後半にシーズンがなっていったときに、こういうところに例えば中野選手注意するともっといいよとか、そういうのアドバイスって、まあ豊さんセカンドもショートもされてたのでありますか。セカンドの面白いところっていうのはポジショニングなんだよ。サヨナラの時っていうのはもうセンター完全に詰めて、センターをゴロで抜かれないように詰めるんだけど、あとはやっぱ普通の守りの時に確かに AI とかでポジショニングっていうのは出てくるんだけども、その日のバッターの状態だとかその日のピッチャーの状態で、あここだなっていうのが読みが当たり出すよ、そしたらね面白いよ、守ってるところにボールが来るってことですか。そう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 、あこっち結構ちょっと遅れてくるだろうなとか、いやこれはセンターに来るだろうなっていうのが分かり出してくるとすごい楽しいポジションだ。じゃあ豊さんもあそうだなって分かり始めてきて面白いなっていう風に、まあそうだね、バッターの特徴だとかピッチャーの状態だとか、はい、いろいろ見ながらポジショニングを決めていくんだけど、こんなとこにいるのっていうやつがいるじゃない、はい、ああいうのはポジショニングのファインプレーだから、すごい、だからそういうのが数多く出るとね、ものすごく楽になってくるんですよ、もっと楽になってくるし、はい、ああ読みが外れても知らんわみたいな外れちゃったみたいな、ね、そんなんでいいから、あでも中野ぐらいの感性を持ってるとそんなに外れないと思う、あだからそれができだすと俺は楽しいポジションだと思うし、ね、そうですよね、ああいや今年どうですかゴールデングラブ、あ可能性十分ある、うん、いや菊池もすごいよ、はい、あれお猿さんみたいだもんね、もうすごいです、もうこっち行ったりあっち行ったり、あっち行ったり、今年もまたな、はい、まあ、守備でも見せてくれてるけど、いい守備範囲だとかそういうものはね、印象は菊池だけど、うん、確実性は中野の方がいいのかなっていう、これもしかするとですよ、ゴールデングラブセカンドショート阪神からでどうですか中野選手木浪選手、可能性あるね、ダブルで、いや可能性ある、いやなんか久しぶりですよね、あ確かにあるわ、はい、ベストナインももちろんある可能性もありますし、ゴールデンクラブっていう阪神、あるあるある、はい、いや木浪がこのままやってくれたら今ゼロだろ、はい2人ともゼロです、うん2人ともゼロなの、はい、中野もゼロなの、そうですゼロです、2人と取って、はい、おっしゃらもう快挙だな、いやそうだと思います、やっぱり甲子園をね、地元としてる阪神でっていう、いや甲子園球場で、うん、そら阪神園芸さんが、はい、ビシッとね、うん、
グラウンド整備されてるからいいけども、はい、でも人工芝と土のグラウンドとはやっぱちょっと違うからね、うん、野球が進んでいくと、はい、やっぱ荒れたりとかもするし、だからその中でやっぱり今まだゼロを保ってるとかね、はい、いや素晴らしい。そうですよね。いいよ。いやちょっと阪神ファンの方夢がちょっと広がりますね。優勝あれプラス坂本もいいしな、キャッチャーで。あ、そうなんですよ。そうよ、そうよ、そうよ、そうよ。だあのキャッチャーとしてもしかすると坂本選手ベストナインだったりとかゴールデングラブとか、あのありますよね、ピッチャーとキャッチャーの一緒に勝負、はい、バッテリー勝負、村上投手と坂本投手ありえますからね。今動画撮ってる時点で、はい、坂本が被ると9戦9勝だからな。そうなんです。で俺は梅野って言ったらえらい攻撃食らってさお前野球見てるのか。いや見てるんだよ、見てるけど岡田監督が梅野で行くって言うから、はい、押してあげなきゃいけないなと思ってさ、背中を押したんですよ、ね、でもいい坂本は使うべきです、うん、もちろんです。もちろんです。